はい、本日はですね、保育士をやりながら、YouTube や Twitter をしながら発信をされている D 先生にお越しいただきました。はこんにちは。よろしくお願いします。D 先生い、です。こんにちは。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。それではですね、早速D 先生が持たれている夢やビジョンですね、ここからお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、夢やビジョンといっても大したあれはないんですけども、まあ、もともと保育者を目指そうと思ったきっかけでもあるんですけど、一番大きな夢というところで言うと、まあ、世の中からいじめをなくしたいっていう思いがまずあるっていうのがまず一つで、まあ、すごく程遠いところなので、まあ、それはまあ夢として胸に秘めてることとしてあって、で、まあ、あと、まあ、身近なというか、今自分がこうやっていきたいなと思っているのは、なんて言うんだろうな、やっぱ保育者とか保育士って、やっぱ人間関係の悩みとかが非常に多かったりとか、あとはもう僕個人の中でですけど、やっぱ理想と現実のギャップがやっぱり大きい仕事なのかなっていうところがあって、やっぱそこでこう悩んでいる人とかが多いっていうのがあって、まあ、その人たちがこうほっと一息つけるじゃないですけど、まあ、僕も結構、まあ、過去にいろいろあったりもしたし、仕事が始まってからもすごい落ち込んだりすることがあったんですけど、その時になんかこう、まあ、前の話、行きつけのお店があるとか、愚痴を話せる仲間がいるとかっていう状況があって、まあ、いろいろ助けてもらいながら、1年目、2年目って過ごしてきたっていう過程があるんですけど、全員が全員そうじゃないと思うんですよね。地方から出てきましたとか、逆に地方に行った、知らない土地に行った、でも愚痴を話せる場所もなければ、なんか知らない人たちが多くて、どうしたらいいんだってなっている人たちもいるんだろうなって考えた時に、まあ、勉強をするとか高め合うとか、そういったコミュニティもあっていいし素晴らしいと思うんですけど、まあ、僕はなんかそういった人たちの、まあ、場所であり人であり、なんかそういう愚痴とか弱音とかを吐けるようなそういうコミュニティを作ったりとか、まあ、今はこういうコロナの状況ですけど、そういうのが落ち着いたらこのオフラインで直接会って、なんかそう交流会じゃないですけど、まあ、そういった会とかそういう場を直接提供できればいいかななんていう目標というか、そういうのを、まあ、最近ちょっと持ち始めたかなっていうところです。おお、すごいです。本当にほっと一息つくとこってなかなかないですよね。まあそうかな、僕はあったから恵まれてたから良かったと思うんですけど、まあ、なかなか少なからずね、そういう僕みたいな人間ばっかりじゃないのかなと思ったりをすると、なんかそういう場所とか作れたらいいかななんて思ったりはしますね。すごいですね。なんかそれがこう作られることで、こうその D 先生の周りだったりとか、その保育に関わる人とかがどう変わってきそうな感じがありますか？そうですね、やっぱり一番最初冒頭にも言ったいじめをなくすにもそうだと思うんですけど、やっぱいじめがなくなるっていうところで言うと、僕はやっぱ自分に自信を持って自己肯定感を高めてあげたりとか、まあ、思いやりの心を育んだりとか、子供に。で、そのお手伝いを保育者としてしたいって思った時に、やっぱり保育者自身に余裕がないと、そういう子供の成長とかって見守れないなって思うんですよ。やっぱり大人に余裕がなくて、もう追い詰められてると、ゆっくり子供と関われないっていう状況が生まれてしまうと僕は思っていて、なので、やっぱ子供もそうだけど、大人も余裕を持って毎日生活を送れるっていうことが、まず子供と向き合う第一歩なのかなって思うと、やっぱりこう、愚痴とか弱音とかを吐いたりしながら、じゃあちょっと明日頑張ろうかなと思って切り替えて仕事に行くっていうのがまず大事かなって思うので、まあ、そのが巡り巡って、大人が余裕を持って子供と向き合うっていうのが、まあ、そのいじめをなくすっていうことにももしかしたらつながるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけどね。なるほど。その循環が生まれることで本当に変わっていくってことですね。変化があればいいかなとは思ってるんですけど。ありがとうございます。そのほっと一息つけるこう居場所ですね、のようなものをこう作っていくときに、なんか1年後、2年後、5年後など、なんか目標計画などがあれば教えていただいてもよろしいですか？そうですね、まず1回計画をしたんですよ。1月、今年の1月、だ今月か、今月に、まあ、僕ちょっと今絵本の資格を取ろうと思って、ほ今勉強中なうほうほうほう。んですけども、まあ、それを含めて絵本ってこういういいところがあるよ、この絵本おすすめだよ、みんな好きな絵本持ってきて、プラス、なんかそういう保育士
お父さんお母さんの交流する場所みたいなのを一回作って告知まではして、まあ、何人か集まっていただいたんですけども、まあ、結構またそこで感染者がバーンって上がっちゃったこともあって一回ちょっとそれを延期という形にしてあるので、まあ、それが、まあ、今緊急事態宣言とかでいろいろこうまたどうなるかわからないところはありますけども、まあ、実際具体的に自分でこう、こういうことしますって言ってそういう場所をリアルに設けたいなっていうのが、まあ、1年後とは言わず、まあ、落ち着いて様子見ながらすぐにでもできた、開催できたらなと思ってますね。あ、規模はちっちゃいですけどねいやでも本当にもう日々日々もう実践されてどんどん形化がされてってるんだなっていうのはすごく感じましたね。まあ、あとは日々の配信とかツイッター含め YouTube もですけど、まあ、そういった配信を重ねながら、まあ、僕と人となりを知ってもらえる人を、まあ、1人でも2人でも増えたらいいなっていうところですね。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。なんかそうい こう活動をしていく中で大切にされている基本理念や活動指針などがあれば教えていただいてもよろしいですか。まあ、僕最初 YouTube やった時って、はい、保育士という枠で YouTube をやるから保育士っぽくしようとかなんかちょっとカッコつけてやってたところがあって、でも、まあ、僕よりも知識ある人ももう一番最初にも言いましたけど僕じゃなくてもいいやと思い始めてからやっぱり等身大の自分を見てもらいたいっていう思いと、あとはやっぱりこれはもう日常生活からそうなんですけどオフラインでもオンラインでもとにかく、まあ大げさですけど、敬意を持って相手に接するじゃないですけど、そこはもうずっとオンでもオフでもそこは一貫してな、挨拶はきちんとするとか、相手の話に傾聴するとか思いに寄り添うとかありがとうございますごめんなさいをしっかり言うと かそういった基本的なこと人として大切に しておくべきところはしっかり大切にしているっていうところが一応一貫してやっているところではありますね。あ、なるほど。もう人として本当に敬意を持って接することとかですね、はい、そういうのが結構大事にされてるんだなっていうのをすごく感じますし、なんか話してる感じもなんかすごく伝わってくるなと思います。あ、本当ですか。緊張して言葉がいろんなとこ行っちゃうんですよ。ありがとうございます。じゃあ少し質問の質を変えてですね、はいはいはい、この人間関係で悩んでいる人たちがほっと一息つく場所をこう作りたいと思うようになったこうきっかけとか出会いをもう少し聞かせていただけたらなと思います。ちょっと遡るんですけど僕の過去を、はい、僕高校を一回中退してしまっていて、ほうほうほう、でそれがやっぱ人間関係のもつれだったりしたんですよね。でやっぱ、まあ、親にも迷惑もちろんかけましたし、もう何ヶ月も家にいる状態だったし、でそこでやっぱりそこでいじめをなくしたいと思ったっていうのもあって、やっぱり人間関係を構築するっていうことはすごく大切だと思うようになったっていうのが一つのきっかけで、でやっぱり実際現場に立ってみて、僕の周りの同期とか、まあ、違う会社に行った違う保育園に行った仲間たちも結構人間関係で悩んでる姿とかを見てきて、で多分それ保育の現場に立ってる人間じゃなくても多分学校とかでもあると思うんですよ、普通に人間関係 のっていうのは、だそこでなんか悩んでいる人だから、僕みたいに例えば僕はもう人生において失敗なんていうものはないと思っていて、僕も確かに引きこもったっていう過去があるし、それはその時僕は失敗だと思っていたし、周りから見れば失敗の経験かもしれないけれども、僕はその何年後か後に あの経験が今の自分に生きてるんだって気づけたですね。でそこから僕はなんか、まあ、大なり小なりいろんな失敗が日々ありますけど、僕なんてだけど何かあってもこれちょっと次の話のネタにしちゃおうとか、なんかそういうマインドになれたところがあって、でもこういうマインドを持つ人とか失敗なんてないよっていうのって多分そういう経験があるからこそ言えることだと思うんですよね。だけれどもやっぱりそういう経験をしたことがない人にとって失敗ってやっぱ怖いと思うし、だそれが人間関係だったとしてもどんなことに対してもいやそういう経験は絶対プラスになるはずだし、プラスにしようっていう思いを持ちながら生きていれば絶対輝きが来るよっていうのをどっかで言いたいなと思って、
その時に、いや、一保育士の、ただただ東京のちっちゃいところで保育士やってる僕が、こういう話するから、みんなよかったら来てって言ったって誰も来てくれないから、うんうん、そこで何か、まあ、影響力といえばいいのか、認知度といえばいいのか分かんないですけど、あ、こういうやつもいるんだなっていうのを知ってもらいたいっていう思いで始めたっていうのがあるので、うん、だからその過去と今がずっと結びついてて、まあ、この先も多分続いていくんだろうなっていう感じですかね。うん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 、じゃあそういうこう高校中退の時からその思いを重ねて、それをずっと重ねながら、そういう経緯があったからこそ、その今のほっと一息つけるような場所を作りたいっていうのを、うん、もっと多くの人に知ってもらえるようにってことですかね。やっぱなんか見過ごせないんですよね、その、うん、職場でもそのやっぱこう、あ、もうどうしようって困ってる仲間がいるじゃないですか、うんうんうん、そうするとなんかそれがこう退勤した後だろうが時間外だろうがなんだろうが、自分のできるキャパシティの中でですけど、絶対にそのまま見過ごしたくないんですよ、うん、なんとか手を貸してなんか手伝えることないかなとか、なんかみんながやりたくない仕事とかがあっても、あ、俺やりますよみたいなのとかっていうのをずっと積み重ねて今の自分があったりするから、うんうんうん、なんかそういう小さいことの積み重ねだったりとかっていうのがすごい大切なんだなっていうのを自分の人生で感じてきているから、うん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 、そういったところもなんか、まあ、まあ今の若いって言ったらちょっとわかんないですけど、若い人たちまだこれから現場に立つ人だったり立ち始めの人とかだったり、なんかそういう人たちに何か僕の思いが、まあ、支えになるなり背中をちょっと押すなりの一つになったらいいなっていう思いのもと、まあやってはいますけどなかなかうまくいかないですね。なるほどなるほど。でもそうやってこうやり続ける思いがやっぱすごい素敵ですよね。なんか現場うまくいかないことがあっても、やっぱこの小さなこう積み重ね、人が嫌だと思うことを率先してやったりとか、その見過ごせないっていうのを、そのあり方とかはやっぱこう自分と同じ経験をしてほしくないとか、なんかこう自分は失敗しても大丈夫だけど、うん、他の人は失敗のハードルが高いから、だからまず率先して自分はやっていくっていう、うん、はい、そういう姿勢とかがあるのかなっていうのをすごく感じますね、はい、うん、ありがとうございます。いえ、じゃあ最後の質問なんですけども、はい、その例えば高校中退であったりとか、そのこう自分の中で このその出来事があって、でその保育士をやっていく中でも、その居場所を作るっていうようになるって人は少ないと思うんですね。自分のことでいっぱいだったりとか、自分が、いじめられた経験があるから、自分が二度と同じ経験をしないようにって言って自分にフォーカスを当てる人もいると思うんですね、うんうんうん、だけどこう T 先生の場合はそれをこう他の人にもないようにこう周りに広げたりとか、居場所を作ろうって思って作り始めている、それって結構すごい素敵なことだと思うんですけども、ありがとうございます。こういうふうになるようになったこう背景ですね、どういう今までの経緯とかをこう教育じゃないですけど、どういう子育てとかがあったから今のそういうようになったのかっていうのをもう少し背景としてお伺いできたらなと思いました。まあもともとこんな僕だけれども、なんか頼ってくれる後輩もいるんですよ。なんか話聞いてくださいとか飲み連れてってくださいとかって言ってくれる後輩とかが多くて、でやっぱりこうで僕もそういう人にお世話になったし、やっぱそういうつながりって続いていくもんだなっていうのは日常生活で感じていて、で、まあ、ただやっぱり僕こんな偉そうに言っといて、僕も何かしら忙しいやら疲れたら飲み行きたいやらやれなんだっつって甘い理由を自分につけて全く動いてこなかったんですよ今まで。だけどもまあその1回目の4月にあった緊急事態宣言とかで、本当に仕事は保育の仕事はあったけれども、本当に自分が動かないと何にも変わらないんだなっていうふうに思ったんですよ。なんか自分もうなんか外に出ない、自粛してくださいってなって家にずっと一人でいる、家で仕事をしているっていう状況はあったとしても、全く世界っていうかその外にも出ないから物理的な景色も変わらなければ何も刺激もないし、なんか心も体もすごいなんか疲れたっていうか、逆になんか全然刺激がない日常になっちゃったところで、あ、やっぱり自分から
だ過去の経験もそうだし、アクションを起こしたから未来につながったっていうのも含めて、やっぱ自分の足と手と頭を動かして動かないと、やっぱ何も変わんないんだろうなと思って、スマホのスイッチをして YouTube やったのがきっかけ。でもやっぱりやってしまえば必要なことを探しに行くんですよね、やっぱり。なるほど、なるほど。撮ったけど編集どうしよう、編集ソフト買う。編集の技術どこで学ぼうとは調べる。で、ツイッターやれなんだっていうふうに、やっぱりアクションを起こすのって大事だなっていうのをそこでやっぱり感じたのに、その僕の昔からの思いがついてきたって感じですかね。せっかくこうやって動いて、だからもう何かしようと思って始めたんじゃなくて、何かしなきゃダメだと思ったきっかけが YouTube だっただけで、で動き始めてみたらやっぱりいろいろな出会いにつながって、ツイッターの方でもいろんなつながりがあって、コミュニティも入らせてもらったりって、つながりが一気にバーンって広がったっていうのがあって、だったら自分も昔こういう思いを抱いてそれがくすぶってたんだから、自分でもやってみようかなって思えたっていうところですかね。だから全然立派なもんでもないんですけど、ただがむしゃらに踏み出したらいろいろつながってったって感じですかね。ありがとうございます。でもそのくすぶってた思いをずっと持ち続けてるのもすごいなと思いましたね。なんかどういうこうくすぶりだったんですか。なんかどういう悔しさとか悲しさとか。多分やっぱり、はい、もうそれはトラウマって言っちゃトラウマかもしれないですけど、やっぱその時の、ごめんなさい何度も同じ話しちゃうんですけど、高校の時にやっぱ外にも出れない、もう外に出るとなんか悪口言われてたりとか、そういう幻聴じゃないですけど、そういう誰かに見られてるって感覚になっちゃって、一切外出れなかったんですよ僕。でやっぱ母親もそれでこうご飯食べ行こうよとかカラオケ行こうよとか言って外に連れ出して、僕の前では明るく振る舞っててくれたけれども、あの夜中一人でひそひそ泣いてるのを僕は知ってるし、だそういう多分思いは多分ずっと消えてないんだろうな、どうっていうのはあって、うん、だからやっぱりそういうニュースとか、そういういじめのニュースとか、なんかそういったものをテレビとか YouTube とかな、まあ、メディアは何でもいいですけど、そういうのを見かけるたびにやっぱり思い出したりはする、うん、で周りを見れば悩んでいる人たちがいる、うん、だからやっぱりその過去の経験をプラスに変えたとはいえども、やっぱり良くも悪くも切っても切れない関係にはあるのかなっていうのがあるので、うん、だ常にやっぱり人間関係っていうキーワードはずっと胸の中にあっただと思いますね。なるほど、うん、なんかその深い涙とか悔しさとかその恐怖がやっぱあったからこそ、やっぱそれだけ人の痛みとか苦しみとかやっぱすごい分かったりするんだなっていうのもすごく分かりましたし、なんかその根底にあるものがあるからこそ、こう人の居場所を作るっていうのが一貫してやれるんだなっていうのをすごく感じましたね。ありがとうございます。なんか思いがすごく伝わって、すごくなんか共感したというか、なんかもっと本当に多くの人に知ってもらいたいなと思いました。もう緊張しすぎてね、もう大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、いろんなとこ行っちゃってないから大丈夫かな。、はい、もうすごいバシッと伝わってます。はい、ありがとうございます。じゃあインタビューはですね、こちらで終了させていただきます。はい、いやー、はい、ありがとうございました。お世話になりました、はい、ありがとうございました。今日は D 先生にお越しいただきました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。